してもお話しいただけませんか。王国の秘密。それでは大変心苦しいですが、それでは姫様、拷問の時間です。え、なんだそれ。トーストです。そんなもので一体どうしようと言うんだ。美味しそう。姫様、この私がトーストごときに屈するわけがない。あ、見える、見えるぞ。イースト菌と無塩バターが奏でる極上のハーモニー。拷問はまだ続きます。あ、貴様。あ、国王軍にはそんな弱点が。話した。だからトーストをちょうだい。何を言っているの。一枚と言わずトーストパーティー開催よ。何ですって。我が軍は弱すぎるので、その程度の秘密ではか。悪く思わないでください。姫様、姫様、拷問の時間です。昨日は空腹のせいで姫様も不覚を取ってるが、パンの拷問のおかげで今日はお腹パンパン。パンだけに。なんだそのたこ焼きは。第一、幼き頃より最高級の食事をしてきた姫様がそのような庶民の食い物なんとにたぶらかされるわけがないだろう。姫様、お味見してみます。出来たてたこ焼きを頬張ってしまうと。姫様、これがたこ焼き。国王軍最強武器がそんなところに隠されて。何ですって。なるほど、姫様、拷問の時間です。わかったぞ、エクス。おそらく今回の拷問は不眠だ。なるほど。残念ですが姫様。まさか貴様、こんな深夜に。いただきます。姫様、姫様、殺してくれ。そこまで。何をするつもりだ。そんな、食べた。姫、姫、姫、姫様、白になりながら注文した。閉店間際深夜ラーメン最高。ここ牢獄じゃ。何ですって。はい、明日も頑張ります。明日の拷問、私たちにやらせていただけませんか。お前たちは